今掲げてる夢であったり目標っていうのはありますか？いやもうざっくりとだけど、はい、一番いいカフェ作りたいなと思う。ああなるほどですね。一番儲けるカフェではなくて、あのカフェいいよねって言われる名前が上がるカフェにしたいなと思って、さっきの話に戻るんだけど、はいはい、なんでカフェかって、はいはい、とまあ、好きだからカフェなんだけど、はい、好きなことじゃないと人より頑張れないかなと思って、で、まあ、もっと稼げる仕事があるのかもしれないけど、はい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 、負けず嫌いだから誰にも他の店に負けたくないと思うんですよね、はいはい、そしたらやっぱ好きなことをお仕事にするしかないっていうのにつながって結果こうなってる。すごい。好きなことを、そうですね、やっぱそこを好きなことで通ってないとやっぱ流されちゃったり、どうせ好きなことであっても苦しむことであったり辛いことは当然あるじゃないですか、カフェにしろサッカーにしろ、でそこで好きだから続けられるってやっぱ強さが大事になっていきますよね。でいつからそのコーヒーが好きに？あ、コーヒーはね、そう最初そんなに好きなものではなくて、はいはい、まあ、別に嫌いではないけどそんなに美味しいと思って飲んでなかったんだけど、自分がやりたいのがカフェで、はい、イタリアンパスタ好きだからイタリアンをやりたい気持ちもあったんだけど、でもそれこそスタートがインテリアが好きで、うん、空間が好きだから、まあ、欲張りなところもあるんだけど、食でも満たしたいし、うん、雰囲気でも満たしたいし、飲み物でも満たしたいってなって、やっぱやりたいのがカフェだなって時に、うん、いやコーヒーは必須でしょ、はいはい、でいろいろ飲み歩いてみて、というか、うん、あんまりって思うことも多かったんだけど、はい、ある一杯飲む時に、はい、あこれ美味しいってなって、初めて美味しいって感じたんです、はい、僕ココア好きなんですよ、はいはいはい、ココア何でも美味しいんです、お湯で溶いても美味しいし、はいはいはい、もちろんすごい低カリで作っても美味しいんだけど、はいはい、コーヒーはもう本当に自分のコっていうところじゃ美味しくなるんです、うーん、それだから逆により突き詰めていけるのかなっていうのもあるし、あとやっぱ自分みたいにいろんなコーヒーなんかね、こう煮詰まったやつとかこうそれで飲むやつなので美味しくないと思ってたのが飲んで美味しいって感動したので、それをまあ好きじゃないって言ってる人に自分みたいに思ってもらえるようなことができたなと思って、なるほど、だからどこでどう変わるかわからないってことですよね。まあ僕は知らなかったから、はいはいはい、美味しいコーヒーもあるっていうのも知らなかったんだけど、それをそ僕が今度伝える側になったんだなっていう、はいはい、やっぱ行動を一歩起こしてみるであったり、もともとカフェは好きだけどもコーヒーがあまり好きじゃない、でも多分もしかして一般の人だったらコーヒー好きじゃないからじゃあカフェにも行かないってなってしまう方も多分いると思うんですね、うん、それでもやっぱカフェが好きっていう思いが強いからじゃあちょっと行ってみようかなっていう、その行動力っていうのはやっぱ好きなものを見つけるためにやっぱ必要不可欠というか、うん、そうなんですね、そうです、やっぱその世界広いから、はい、自分のこうね知ってるところがきっとね一部分、はい、そうですね、広げてみないと何になるのか、まあ、サッカーだけやってるとそれだけのコミュニティになってしまいますね。すごい狭い世界だから、はい、いろんな人と会ったり、はいはい、すごいな、あ、そうですね、カフェに行ってもいろんな気づきだったり発見にやってる、うん、っていうのがやっぱり一人生の幅っていうのは間違いなく広がりますよね、うん、そう、なんかいろんな職業はそうだけどカフェもそうだし、はい、まあいい仕事じゃない仕事、はい、みんな本気で取り組んでると思うんだよね、はいはいはい、本気で取り組んでる人のところにやっぱなんかキラッと光るものがみんなあるんじゃないかなと思うから、それに気づけるかどうかな、へえ、面白いですね、って言いながら基本的には引きこもりであんまり出るの得意じゃない、そうなんですか、そうなんですか、完璧には、そう、で当時そのカフェ行かれてるのも一人で、そうだ、一人が多かったかな、一、うん、人で本読んだりとか、一人読んだりとか、ね、そう、カウンター作ってるけど、はいはいはい、僕カウンターに絶対座るタイプじゃない、あ、違う、この隅っこの一人席でゆっくり座って、てっきりカウンターに座られてて、その空間が好きだからっていうのを、全然話しかけないでっていう、あ、そうなんですか、まあ、今あ、まあ、はいはいはい、基本的には自分から、まあ、出るの得意じゃないから、はい、カフェ開いてればみんな来てくれるから、あ、はいはい、あ、なるほど、なるほど、なるほど、そう、行動力、あ、本当はなくてでもそうしなきゃダメだなって思うようになるから、あ、まあ、カフェやってる、意外な位置、まあ当然ね、僕はサッカーしている岡田さんしか知らなかったので、この年になってこう、ちょっと一丁前の大人になってこういう話を聞けたのは、すごいいい話をたくさん聞けたので、ちょっと偏った意見かもしれない。いやいやいや、でもやっぱ貴重なんですよ、本当に僕ら的にもそうですし、セカンドキャリアとして実際に働かれている話っていうのは、なかなか聞けないですし、
なんかテレビ越しでしか見れなかったり、テレビでもなかなか、それをテレビで見る人ってもう本当に元日本代表のとか、うん、元もう本当に名前、日本中世界でも名前が通るような人のぐらいしかやっぱ特番では組まれていないから、ちょっとね、あの特殊だから感想だよね。なんぼほどお金持ってるのみたいな人とか、もうなんぼでもスポンサーつけれるでしょっていう人のやっぱ特番を見てしまうと、僕らもちょっと同じセカンドキャリアでも本当に遠い存在になってしまう、一緒にしてほしくないな、変な話になってしまうような方しか聞けないので、みんなの聞きたいことを僕が今日全部聞こうかなと思って。でもこれを出したせいで岡田さんにいろんなそういう質問が来られたらちょっと迷惑かなと思って、質問しないでくださいね、あまり僕が聞くので、何かでも僕を通してから僕を通してから聞くのでこれ怒られる、俺が怒られるな、お前何様だって言いますね。